北欧の森に生息する野生のベリーには素晴らしい風味があり、栄養素も豊富に含まれています。新鮮なベリーが手に入らない場合は、乾燥させたベリーのプロダクツを風味も栄養素も損なうことなくお使いいただくことができます。今からベリースムージーの作り方をご紹介いたします。材料です。お水です。コールドプレスのビルベリージュースです。チアシードです。フラックスシードパウダーです。バナナです。フリーズドライのリンゴンベリーです。そしてお塩です。材料すべてをミキサーに入れて攪拌するだけです。ご家庭でもぜひお試しください。